こんにちは。メンツファッション研究家、大山俊です。今回の動画では、最近僕が買ったあるアイテムをご紹介してみたいと思います。僕はですね、日頃から動画のネタをですね、いつも探しているんですね。ですので、いろんなお店を回るわけなんですが、昨日はユニクロですとかグローバルワークを回っていたんですが、その中で1点ですね、 これだったらですね、夏にめちゃくちゃ活躍するんじゃないかなというアイテムを見つけたので、早速購入をして今日は持ってきてみました。それはですね、こちらのアイテムになります。はい。こちらはグローバルワークで買ったドライヘビーワッフル T シャツというアイテムになります。はい。ちょっと広げてみてみますね。こんな感じのアイテムなんですが、まあどういうアイテムなのかというと、いわゆる T シャツなんですが、素材の質感がちょっと普通のものとは違っていて、 ワッフル地と言いまして表面に凹凸があるんですねまあ普通の T シャツだともっとサラッとしたものが多いかなと思うんですがこのワッフル地凹凸のおかげで普通の T シャツに比べると少しですね見え方の変化を取り入れることができるのかなと思っています特に白 T ってかなりシンプルなアイテムなのでサラリとした素材感もいいんですがどうしてもそれだと退屈に移りがちなんですよね ですがこちらのですねワッフル地のものに関しては凹凸があるのでそんなに退屈すぎないのとワッフル地ってちょっとですねニットのような上品な雰囲気も漂いやすいんですねその点こちらは非常にバランスのいいアイテムなのかなと思っています僕は以前の動画でユニクロのワッフル地のロンティーをですねお勧めしていたかなと思いますあれもめちゃくちゃ良くてですね春はすごく使ったんですがそれのですね夏バージョンなのかなというふうに感じています実はユニクロにもですね こちらと同じようなワッフル時の半袖 T シャツが並んでいたんですが僕は今回そちらは買わなかったんですねそれはなぜかというとユニクロのワッフル T シャツは割とですねタイトというかジャストサイズの作りになっていて1枚で着ると悪くはないんですがちょっと今っぽさですとか面白さというところがあんまり感じられなかったんですねでユニクロに行った後たまたま訪れたグローバルワークで見つけたのがこちらのワッフル T シャツなんですね こちらはですねユニクロのものに比べるとサイズ感が少しゆったりめになっています今トレンドになっているビッグシルエットというものをですね取り入れたアイテムになっているので1枚で来てもですねすごく今っぽい仕上がりになっているかなと思っています夏場ってあんまり重ね着することないじゃないですか基本的に上半身は1枚が主役になるかなと思うのでそういうアイテムに関してはサイズ感で今っぽさを出してみるとか、まあ、表面の質感で差を出すというところで人との違いですとか面白さという と,いうところを出してみると非常に良いのかなと思っています、まあとですね実際に僕はこちらを着ながら2つのコーディネートをご提案してみたいなと思いますので是非最後までお楽しみいただければなと思っていますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に着ていました どうでしょうかまあ実際に着てみるとですね、サイズ感に関しては少しゆったりめで今っぽいフィッティングになっているのかなと思います。サイズに関しては結構迷ったんですね。僕がいつも着ているのは S サイズなんですが、まあ最近はビッグシルエットの影響で、あえてワンサイズ上げて買うこともあるんですね。ですので、S にしようか M にしようかを迷ったんですが、これは実際に着てみたところ、S でもですね、かなりたっぷりめのシルエットになっていますし、M に上げるとですね、ちょっと首元が緩く なっっててしまって首の見える範囲が広くなってしまうんですねそれよりは僕はですね首がちゃんと詰まってる方が好きなので今回は S サイズを選んでみましたまあ、S サイズでもユニクロのワッフル T シャツに比べるとまず身幅がしっかりとあるので体のラインを拾わないところがすごくいいのかなと思いますあとは袖に関してもですねやや長めですしフィット感もゆとりがあるのでこういったバランスもですね非常に1枚で着ても様になりやすいのかなと思っています スリットが入っていいいるのもいいかなと思います、まあ、こういったシンプルなアイテムだからこそディティールで変化を加えてあるのはすごく嬉しいポイントかなと思っていますそして今回のコーディネートなんですが、まあ、上半身はワッフル T シャツボトムスはですねこちらスラックスなんですねストライプ地のスラックスを履いてみましたシルエットに関しては結構細身のものになっています上半身はややゆったりめでボトムスに関しては引き締めるというところで Y シルエットというところを意識しました大人の男性であれば このようなシルエットというのは非常に使いやすいかなと思いますのでぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思っています、まあ、今回僕は少しアクセントを加えたかったのでストライプ地のパンツを選んでいますがこちらはネイビーですとかブラック無地のスラックスでもいいかなと思いますし同じくグローバルワークのエアカルイージーパンツですとかあとはグラミチのパンツなんかで代用してみるのもいいかなと思っていますそして今回僕はスラックスを履いているのでスラックスと相性のいい足元というのはスニーカーなのでシンプルなレーズ ザーーースニーカーを足元には合わせています上半身の白 T シャツと足元の白スニーカーで色をリンクさせてあげるとバランスがいいのかなと思っていますこのような着こなしはかなり簡単かなと思いますので是非皆さんも参考にしていただきたいなと思っていますはい着替えてみました続いてパンツを変えたんですが 今度はですね、グラミチのショートパンツを合わせています。かなりカジュアルな着こなしなんですが、白 T シャツ1枚で着るよりも、こちらはですね、凹凸のあるワッフル地になっているので、どこか半袖ニットのように見えるので、まだ白の T シャツよりは少し上品な雰囲気が漂いやすいかなと思っています。夏はかなり暑いので、実際はこのような着こなしが増えるのかなというふうに思っています。ややカジュアルな着こなしではあるかなと思うんですが、短パンに関してはブラックですとかネイビーを選んで、色を引き締めてあげるとバランスが取りやすいのか かなと思っていますちょっと足元は見えていないんですが今回はナイキのエアマックス97をを選んでで全身をモノトトーーーンでコーディネすするようにしていますまあ、このような着こなしもですねすごく簡単かなと思うので皆さんには是非おすすめしたいなと思っています今期はですね T シャツが結構豊作でこの動画の中でもユニクロ U のエアリズムシリーズをですね結構たくさんご紹介したかなと思いますあちらの T シャツもめちゃくちゃいいんですが白の T シャツに関してはこのような凹凸があるものの方が1枚できた時にさま ななりやすすいいかなと思っていますグローバルワークはユニクロに比べるとやや価格帯は上がるんですがそれでもセレクトショップに比べると価格はだいぶ抑えめなので皆さんもユニクロの半歩上のブランドとしてぜひご活用いただきたいなと思っていますこんな風に話すとグローバルワークの回し物じゃないかと思われるかもしれないですが基本的に僕の動画では全部自腹で商品を買ってレビューをしていますので忖度なしでお話をしています、まあ、ユニクロに関してもグローバルワークに関してもすごく名品がたくさんあるんですが全部が全部良いわけ ででででははなななななくくててやっっぱりピンンポイイトでこれは素晴らしいいいいよよねねねうううもののがいくつかかかあるというような僕のイメージなんです、ね、なかなかです、ね、たくさんの商品の中からピンポイントで素晴らしいアイテムを見つけるのは難しいかなと思うので僕の動画ですとか他にも優れた YouTuber の方たくさんいますのでそういった動画を参考にしながらユニクロやグローバルワークまたは他のセレクトショップで良い買い物をしていただきたいなと思っています。はいということで今回の動画ではグローバルワークのおすすめのですねワッフル T シャツを皆さんにご紹介をさせていただきました。 結構最近面白いなと思っているのがユニクロとグローバルワークの特色の違いなんですね正直ですね最近のアパレルというのはトレンドアイテムだとか定番アイテムというのはどこに行ってもそんなにラインナップは変わらないんですねユニクロに行ってもあるしグローバルワークに行っても同じようなものがあるわけですねでもその中でもよく比較してみるとやっぱり違いがあるわけでユニクロは本当にベーシックな作りになっていますがグローバルワークはもう少しトレンドを意識したものが多くて 今回の和風 T シャツに関してもユニクロの場合はすごくオーソドックスな定番的なサイズ感になっていますしグローバルワークであれば少し緩めのサイズ感を出していて大人の男性だってもほんのりトレンド感が取り入れやすかったりするんですねこのように同じようなアイテムであってもお店によって特徴が少し異なるということも頭の片隅に置いとくといいのかなと思っていますこれからもですね自腹でどんどんいろんなものを買って忖度なしでレビューをしていきたいなと思っていますのでぜひ皆さん今後もお楽しみいただければなと思っています 以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。